おはようございます。それでは8月の定例記者会見を始めたいというふうに思います。まず冒頭でありますが、案件に入る前に、少しコロナの状況等について、お話をさせていただきたいと思います。今年は全国的に行動制限のないお盆を迎えたところでありまして、この出雲もですね、お盆の期間の帰省や観光で飛行機や JR など交通機関の搭乗率も高く、出雲大社や日御碕などに多くの方が訪れておるといただいたということであります。観光案内所の状況からも、出雲大社周辺日御碕では行動制限があった昨年に比べ、観光客数が約 1.5 倍から2倍の増となっているということであります。こうした中、お盆明けの感染者数が島根県でも1621人と過去最高になるなど、感染に歯止めがかからない状況が続いております。出雲市においても7月11日の444人が最高値でありますが、依然としてここですね、お盆明けからも高止まりしているような状況でありますので、引き続き注意をしていきたいというふうに思っております。そして出雲市では感染拡大がなかなか収まらない中、保育所、幼稚園等のお子さんの家庭保育をお盆明けの後8月20日の土曜日まで保護者の皆様にご協力をお願いしたところであります。家庭保育の効果もあり、保育所、幼稚園での感染は減少してきた印象を持っているところであります。この場をお借りいたしまして、ご協力をいただいた保護者の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。また今後、週末の神話花火をはじめ、出雲駅伝や2000人の吹奏楽など秋のイベントも控えております。また行楽シーズンということになってまいります。このような状況ではありますが、感染症対策をしっかりと取りながら開催し、経済を回していける状況にしていきたいと考えております。また小中学校の方も間もなく新学期が始まってまいります。市民の皆様には繰り返しになりますが、3つの密の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、換気の徹底など基本的な感染症対策を引き続きお願いしたいと思います。まだ残暑が厳しい折ではありますが、熱中症対策と合わせてですね、マスクの適切な着用をお願いしたいというふうにも思います。また体調が悪い場合は早めに受診すること、また休むこと、また感染を拡大しないよう一人一人の意識をいかに高く持つかにかかっておりますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。次はワクチン接種についてでありますが、接種券が届いている方はぜひとも早めの接種をお願いしたいと思っております。3回目の接種率も 65.6% と今8月21日現在でなっているところでございます。またですね、今10、11、12月と出雲のお店応援市民商品券を発行してですね、今のこの家計とそして消費喚起の対策を行うわけでありますが、当初商品券の発送を9月からと申しておりましたが、今8月の20日から順次、送付しておりますので、どうかお手元に届いた際はですね、まだ利用するまでは1ヶ月ほどありますので、お手元にしっかりと、取っていていただいてですね、この10、11、12月とどうかこの市内の方でですね、これを使っていただいて地域経済が循環するようにお願いしたいというふうに思います。それでは本日の予定されている案件についてご説明をさせていただきます。まず9月議会定例会の提出予定案件についてであります。人事案件1件、予算案件、この後説明しますが、一般会計第5回補正予算1件、決算案件14件、条例案件8件、断行議決案件17件となっております。その他報告関係が12件となります。次に、予算の概要を説明させていただきます。
9月議会にお諮りする補正予算、これはコロナ禍における原油価格、物価高騰により深刻な影響を受けているタクシー、貨物運送などの道路運送事業者、畜産農家に対する緊急支援や令和3年7月及び8月大雨災害により被災した市道等の復旧事業費のほか、出雲空港周辺対策事業費、トキの野生復帰を目指す里地の PR 経費、可燃土の国県支出金返還金等を中心に所要額を補正するものであります。補正事業数が33事業うち一部新規を含みますが、新規事業が13事業となっております。補正額は一般会計のみでありまして、補正予算額19億4000万円となっております。事業費の内訳で、その内訳でございますが、事業費として原油価格、物価高騰等総合緊急対策関連事業が1億5,000、3,950万円、災害復旧事業が7億6,100万円、その他が約10億円余りということになっております。あと地方創生臨時交付金の状況でありますが、交付限度額が6億7600万余りでございまして、今までに予算計上されたもの、また今回、補正予算に計上するもの、増額するものが1億5500万円余り、また減額するものが1億8000余りあります。差し引きしたところ残が2675万2000円ということになっております。次に主要事業の説明をさせていただきます。まず原油価格、物価高騰関連であります。まず一つ目に新規事業でありますが、道路運送事業者燃料費高騰緊急対策事業ということで、一つにはタクシー事業者への燃料費高騰額一部補助ということで800万円、これは市内に事業所を有するタクシー事業者に対して4月から9月の前年同期間平均単価との差をとこの使用料をかけたものでありますが、この2分の1を補助するというものであります。次に貨物運送事業者への給付金支給ということで、一般貨物自動車運送業とあと貨物軽事業運送事業者、がこの貨物運送事業者ということでありますが、この給付金が3000万円でありまして、対象は市内に店舗事業所等を有する貨物運送事業者で、中小企業事業者に限るということであります。給付額は一般貨物車両が1台2万円、軽貨物車両が1台1万円ということであります。次にこれも新規事業でありますが、飼料高騰緊急支援事業ということで、畜産飼料価格高騰により深刻な影響を受けている畜産農家への補助ということで、対象が市内で繁殖牛、肥育牛、搾乳牛、採卵鶏、鶏ですね、を使用している農家ということであります。補助額が令和3年10月から12月期の価格を超えた部分の2分の1を基本に支援をいたします。配合飼料につきましては供給安定制度がございますので、この基金補填を除いたものの2分の1ということになります。対象期間が令和、今年の1月から12月までであります。次に千葉電車活性化事業であります。これは一部新規でありますが、これも千葉電車に対する沿線対策協議会を通じた支援ということで、島根県また松江市と一緒になって、支援をして、まいります。出雲市は負担割合の2分の1のその中の 65% が出雲市の負担ということで100万円を計上しております。次、子どもの生活学習支援事業ということで、
これも感染拡大や物価高騰の影響を受けている子ども食堂への運営支援の拡充ということで、食材費助成を30万円、従来は、2分の1補助の上限5000円の1回でありましたが、これを全額助成の上限5000円、これを2回までということにしております。次に、その子ども食堂等を新設開設される際、また事業拡充をされる場合のものに対する補助を行う予算を300万円掲げておるところであります。次に、産地創生事業費推進費ということで、これは一部新規でありますが、これは県の事業採択を受けた農業用機械施設整備等に対する補助の追加でありまして、一つには原油価格や物価高騰を受けて省エネ対策を講じる施設整備費の補助であります。まあ、ハウス補助ということ、またもう一つはその他事業採択になってなったもの、また減額してものについてでございます。次に、災害復旧事業であります。公共土木施設ということで一部新規も含みますが、公共土木施設の復旧費の追加で、国庫補助事業分が11箇所で、1億円、単独事業分で、指導195箇所4億6000万円であります。あと、まあ測量で、700万円、それと旧平田市立ごみ不燃物埋め立て処分場の暗渠の、工事請負費がこれ1箇所でありますが、ここだけでありますが、1億4000万円を計上しております。まあ、これは猪目の方にある施設であります。次に社会教育施設ということでありますが、これは猪目交流センターの新入路の復旧費の追加で、2700万円、次に過密公園ののり面の復旧費に2700万円、計上をしております。次に、その他事業でありますが、まず新規として出雲空港周辺対策事業であります。これはもうご案内のように、出雲空港の運用時間、運航計画の変更による覚書に基づく空港周辺対策実施経費ということで、空港周辺の家屋移転先に対するもの、また航空周辺の道路改良事業に対するものについてですね、1550万円を計上するものであります。次にマイナンバーカードの活用事業でありますが、これは今第2弾のマイナポイントを受付をしておりますが、これの体制強化を図っていくというものであります。次に減災基金への積み立てでありますが、これは令和3年度の一般会計の決算剰余金の一部を減災基金に積み立てるというものでありまして、剰余金が約15億5000万余りのこの2分の1以上ということで、7億8000万を減災基金に積み立て計上しております。次に多文化し子育て支援事業ということで、私立幼稚園への JICA 研修員受け入れ経費ということで、これは、児童や保護者との、意思疎通をですね、通訳に対する、これらの教材等の購入補助といいます。支援に資するということですね。それと私立認可保育所への外国籍児童の加配職員の雇用補助金の追加であります。これは当初4施設を見込んでいましたけども、今7施設、というか3つの施設が増えておりますので、それに対応するものであります。次にスポーツ振興基金は、これをスポーツ振興基金に300万円積み立てというものであります。
次に旧エネルギーセンターの解体費でありますが、これを工事請負費を980万円と管理業務ということで20万円で、1000万円計上しております。この解体にかかる事業期間は令和4年から6年度、総事業費が18億8000万円となっておりまして、債務負担行為を設定を、予定をしているところでございます。次に時によるまちづくり事業ということで 一部新規でありますが、これはもういろいろと、報道等でも言われておりますけれども、時の野生復帰を目指す里地の一つに選定をされたということを受けて、市内で時の放鳥を目指す機運を高めるための PR 経費を100万円計上いたしました。次に国道道路河川整備事業費等の促進費でありますが、これは堀川河口付近に民間事業者が建設する駐停場整備事業に対する建設費の一部を補助します。市の補助額としては1000万円でございます。次に今市小学校北校舎今市第二児童クラブ改築事業でありますが、これは減額補正をするものでありまして、仮設校舎発注方式の変更等に伴う事業費の減額になります。これも債務負担行為を令和5年6年で設定をしたいと考えております。最後にですね、国県の支出金の返還金ということで合計7事業につきまして、5億4000万円余り、返還金を生じておるということでございます。はい、以上ですね。続いていいか。はい、それでは続いて、政治予算の概要。第30回記念出雲ドームの2000人の吹奏楽の開催について、であります。これは、今年の11月の5日14時から出雲ドームで2000人の吹奏楽を開催をいたします。今年は第30回の記念大会ということでございまして、出場団体が市内21団体市外8団体というなっております。一つには七色スマイルバンドといいまして、4年生から6年生で学校単位では参加できない柔道の皆さん方の連合チームの引き続きの参加、そして市外からはですね、初参加が2校、また常連の松江商業や松江西高のほかにですね、過去に参加された高校も3校参加していただくことになっております。そしてですね、今回ゲストとして第21回の大会にも来ていただきましたが、聖華女子高等学校の皆さん方、福岡県の学校でありますが特別ゲストに迎えて来たいと思っております。ここにありますように全日本のマーチングコンテストに22回出場し、そのすべてで金賞を受賞するなど日本でトップクラスのマーチングチームでありますので、ぜひですねご来場いただきです、その素晴らしさをですね、直接見ていただければというふうに思います。参加団体は先ほど申し上げました。あとチケット販売でありますが、これは9月20日から、始めてまいります。プレイガイドは、ローソンチケットのみでの販売となっておるところでございます。先ほども言いましたけども、このように多くの皆さん方に支えられて30年を迎えてですね、華やかな大会になろうかと思いますので、どうか
多くの皆さん方にご来場いただきたいというふうに思います。またチケットの方もですね、早めにいい席を取っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。次に、スポーツ連携協定に係るパナソニックパンサーズ所属選手によるバレーボール教室の開催についてであります。これはですね、昨年8月10日に出雲市とパナソニックスポーツ株式会社、ちょっと現在は社名が変わっているようでありますが、現在はパナソニックスポーツ株式が、そうかでありますと、および山陰パナソニック株式会社の3社でスポーツ振興などを目的とする連携協力に関する協定を締結をいたしました。この協定に基づいてパナソニックパンサーズ所属選手を迎え、出雲市内でバレー部に所属する中学生を対象としたバレー教室を開催をいたします。協定提携時にバレーボール教室を開催予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したことから、今回協定締結後初めてのスポーツ教室となります。今年度から毎年度継続して実施していく予定でありまして、また今後はこのバレーボールだけではなくてですね、陸上やラグビーや野球、それぞれのスポーツにおいてもこのようなスポーツ教室を開催していただく予定となっておるところであります。ちなみにこういうユニフォームがパナソニックのパンサーズさんのユニフォームでありますので、このようなのを着てですね、さっきありましたけども、皆さん方に指導をしてもらえるということであります。日時は9月10日の土曜日でありまして、場所は紅葉中学校の体育館となっております。講師の方、指導の方はですね、パナソニックパンサーズの所属の鈴木選手、中本選手、牧山選手の3人となっております。対象はですね、市内バレーボール部いくつかありますが、今回は出雲市の中大連の協力を得まして、今年度は東部の氷川西東中学校、そして平田中学校、紅葉中学校の4校を対象として実施をしていきます。だいたい対象の児童生徒がだいたい45名でありまして、その後中部西部の学校については来年度以降実施していただくということになっておりますので、大変楽しみにしておるところでございます。はい、それではですね、以上、案件についての説明が終わりました。ここまでのところで、ご質問があれば挙手にてお願いいたします。ございませんか。そしたら次に進めていただきたいと思います。はい、続いて行事予定の方お願いします。はい、それでは、9月に入りまして様々、行事もございますが、まず1点目が9月17日のサンセット出雲号オープントップで、ホリデートリップという、ものであります。これは、9月のシルバーウィークの企画としてオープントップバスサンセット出雲号を運行いたします。このように上がない、バスのこう上がない屋根がないというものでありまして、屋根がない2階建てバスで、開放感もあり、これ高さも 3.7 メートルと高い位置から景色を眺めることができるというものであります。コースは、JR の出雲市駅を出発した後、新門通りを経由し日の岬方面へ向かいます。道中稲佐の浜、日の岬神社、日の岬灯台では下車をしていただき観光を楽しむことができます。日の岬からは、国見
海岸道路を走り、キララ田木へ向かい、JR 出雲市駅に帰ってくるルートで、だいたい4時間ぐらいのルートとなっております。まだこのバスは JR からお借りするもので、出雲市で運行するのは初めてだというものであります。料金の方は大人が3500円、子どもが2500円、幼児は無料となっております。まあ、若干の前の方が見晴らしがいいということで、少し値段の設定も違うようでありますが、事前予約制でありまして、各便の定員は40名となっております。この機会にぜひ皆さんにも乗っていただいて、来たいというふうに思います。まあ、地元の人も十分また違った景色が楽しめるものだというふうに思いますので、お願いをいたします。次にですね、今度は、19日の祝日になりますが、これは出雲フィルハーモニー交響楽団の第25回の定期演奏会、合わせて楽団創設25周年記念の演奏会になります。これは先ほど申し上げました9月19日14時から出雲市民会館でこの定期演奏会が開催をされます。出雲フィルハーモニー交響楽団は音楽を通した潤いと活力ある出雲市を目指し1997年に創設され、今年25周年を迎えます。この間ジュニアの育成や出雲オペラの開催など出雲市の音楽振興、芸術振興に大きく貢献をいただいておるところであります。今回はアイフィルでコンチェルト未来につなぐ音楽神話として、山陰両県にゆかりのある若手音楽家7人この7名の方とですね、オーケストラのこの共演というのもこれも初めて企画されるということでありますので、大変楽しみにしているところでございます。こちらの方も多くの皆さん方にご来場いただきですね、またこの地元で育った若いこのソリストたちの応援をしていただきたいというふうに思います。次に23日、これも祝日ではありますが、総合医療センター開設70周年記念式典と記念イベントがあります。出雲市立総合医療センターは昭和27年に平田博愛病院として開設をされまして、その後組合の合併、市町村合併によりまして現在出雲市立総合医療センターとなっておりますが、開設から今年で70周年を迎えたところであります。この式典を23日の10時から医療センターの本館で行います。またこれには国県市の議員の方々や県内の病院長を来賓としてお招きをすることとしておりまして、式典終了後には院内にて、記念イベントの開催も計画しているところであります。ただコロナの感染状況についてですね、この辺は少し流動しますので、その辺のまた情報をお伝えしながら開催をしたいと思っております。またですね、ちょっと先ではありますが、11月の5日にはですね、この70周年の記念事業として生涯学習講座の開催も予定しております。これは場所は平田文化館のプラタナスホールで、島根大学医学部などから講師をお招きし講演をいただく予定となっておりますので、またご案内を差し上げたいというふうに思います。それでは最後になりますが、明日ですね、明日8月24日でありますが、これはかねてからご案内をさせていただいております久保宣言を行うこととしております。明日の午後署名また宣言を行います。私をはじめですね、市の幹部また
民間の各企業のトップの皆さん方もこの宣言に賛同していただいておりますので、そのような宣言関係のことをまたしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。以上で私からの説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。先ほど行事予定等について説明をいたしましたが、何かご質問等があれば教師にてお願いいたします。何かございませんでしょうか。よろしいございますね。はい、そうしますと、本日の話につきましては以上でございます。その他ということで、何かこれ以外のところでご質問があればお伺いしたいと思いますので、教師にてお願いします。どうぞ。デールビジョン中村です。よろしくお願いします。週末先ほども話もありましたけど、神話祭りの花火大会が開かれるということで、まあ、最高市長もおっしゃってました。まあ、本秋から出雲に関しては感染状況については高止まりで、実際全国的に見ると過去最多を更新してます。県内も最初はそうでしたけれども、まあ、こういった状況で、まあ、今実施の方向で動いていらっしゃると思いますけれども、まあ、干渉される方に気をつけてほしい点であったりとか、あと運営をする上で3年ぶりということではありますけれども、どういう花火大会にしたいかというところを見て、最後が運営、運営する点でどういうような花火大会にされたいかという、はい、そこの2点お願いします。はい、まず感染症対策はしっかりと呼びかけていきたいと思いますし、そのような会場の設営も、するところであります。まあ、飲食の方も、まあ、露店等少し、まあ、この度はですね、そのようなことから、ないということであります。まあ、暑いですので水分等とか取っていただきたいと思いますので、そのような水分補給ができるようなことはしていただきたいと思いますし、また、まあ、中でもですね、まあ、黙食とかですね、まあ、きちんと、ルールを守ってですね、感染症予防対策の講じながら感染をしていただきたいなというふうに思っています。あとやっぱりこう今ですね、まあ、昨年もできなかったりとか、さまざまなイベントがなくなる中でですね、やっぱりこうこの出雲にもですね、元気を与えるような一つのどういうんですかね、ものにしていきたいなというふうに思っています。他にございませんか。どうぞ。新新聞の柏本といいます。9月の生産の内容についてお話いただきましたけれども、まあ、項目についてお話いただきましたが、改めてこの補正予算についてのですね、市場としての思いというのをちょっとお話いただきたいと思うんですが、よろしくお願いします。はい、今コロナの影響は引き続きあるわけでありますが、合わせてですね、やっぱり原油とか物価対策ということがいろんなところで影響出てきていると思ってますので、まあ、それに対する対策等もですね、入れさせていただいたところであります。まあ、しっかりと経済も下支えする、また、市民の生活もですね、下支えをするような対策をですね、適宜しっかりと行ってまいりたいというふうに思っています。まあ、その一つとして9月補正組まさせていただきました。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 DSK 参院中央テレビ新次と申します。各府省さんに確認を取らせていただいておりますが、旧統一教会、世界平和統一家庭連合との、過去の、つながり、まあ、現状を含めてなんですが、有無についてお尋ねいたします。私ですね、はい、過去にも現在にも ありません。はい、今後も特に関わりを持つことはありません。はい、はい、承知いたしました。ありがとうございます。他にございませんでしょうか。最初新聞につきまして、もうそろそろ小中学校2学期始まると思いますが、何か特段に対
策の面で取られることだったんですが、一定通り2学期始まるということでよろしいでしょうか。まあ、あの予定通りだと思いますけど、詳しくその対策等のことはあの教育長から。教育長杉谷です。あの早いところでは今週25日から中学校のほとんど、小学校でも一部の学校で新学期が始まります。あの先般校長会もありまして、まあ、従来の感染予防対策をしっかり継続して取ってほしいということです。また、まあ、感染が確認されたので 対応についてはですね、一学期同様に考えていきたいと思っておりますので、まあ、特段な何かと特別なことをするというなことではございません。よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。よろしゅうございますかね。ありがとうございます。それといたしますと、本日の定例記者会見については、これで終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。